今回の問題。この出力結果が出るコマンドは何でしょうか。ここのハテナに当てはまるコマンドを考えてみてください。このコマンドはとてもよく使うのでしっかり覚えておきたいですね。答えは動画の中で発表します。お世話になっておりますマサルです。今回はルーターでよく利用されるコマンド show IP インターフェースブリーフについて一緒に学習していこうと思います。インターフェースの状態を確認したい場合は show IP インターフェースというコマンドがあります。このコマンドは特権モードで実行することによってインターフェースの設定や情報を確認することができます。出力結果はこのような画面が出てきます。細かく調べたいときにはとても便利なコマンドなんですが、情報量が多くてちょっと見えにくいといった側面があります。必要最低限だけの情報を簡単に知りたい場合にはもっと便利なコマンドがあります。それが show IP インターフェースブリーフというコマンドです。ブリーフというのは簡潔なという意味を持っています。コマンド自体はインターフェースの状態を簡単に表示してくださいといった意味になりますね。出力結果はこのような出力結果です。特によく使う項目は IP アドレスとステータスとプロトコル、この3つの項目をよく見ることがあります。 IP アドレスの欄では各インターフェースに設定されている IP アドレスの情報が表示されます。もし IP アドレスが設定されていない場合は Unassigned といった表示になります。ステータスは物理層の状態を表します。アップの場合は正常な状態、ダウンの場合は機能していない状態、アドミニストラティブリーダウンの場合はシャットダウンされている状態です。次のプロトコルはデータリンク層の状態を表しています。アップの状態が正常な状態、ダウンの状態が正常でない状態です。もしうまく通信できない場合はこの show IP インターフェースブリーフを使って IP アドレスの設定やステータスやプロトコルを見て原因を推測することができます。特にステータスとプロトコルはとても重要です。例えばアップアップの状態であればインターフェースが有効に動作している状態だと判断することができます。物理層もデータリンク層も問題なく動いているということですね。もしアップダウンの場合であれば物理的にはうまく接続できているんですがデータリンク層が正常でないということを表しています。例えばカプセル化の不一致など対抗と通信方式が合っていないときは物理層としては OK なんですがデータリンク層としてはうまく通信できない状態ですよといったことを表しています。ダウンダウンの場合は物理的に接続できていない可能性があります。もちろん接続後できていないのでデータリンク層としてもダウンの状態です。例えばケーブルが接続していない時などダウンダウンといった表示が出ることがあります。最後はアドミンダウンのダウンです。このステータスの組み合わせの場合はポートがシャットダウンされている状態であることを表します。試験ではここから情報を読み取って通信できない原因を答えなさい、このような問題が出ることがあります。よく出るのはここですね。ポートがシャットダウンしていることを読み取って解決策として該当のポートに対してノーシャットダウンコマンドを適用する、このような答えが求められることが多いです。ではパケットトレーサーを使って show IP インターフェースブリーフを使ってみたいと思います。パケットトレーサーの画面に移動します。はい、それでは今回もパケットトレーサーを使って一緒にやってみましょう。今回は show IP インターフェースブリーフのコマンドを一緒に実演していきます。該当の機器はルーター1とルーター3です。どのような表示の違いがあるか一緒に確認していきます。まずはルーター1で show IP インターフェースブリーフを実行してみます。実行するときには特権モードになる必要があるのでしっかりイネーブルで特権モードになっていてください。 show IP インターフェースブリーフ実行します。はい、実行結果がこちらです。ルーター1の 0/0 は IP アドレスが 192.168.2.2 が設定されていて物理層、データリンク層ともにアップアップになって正常に通信できている状態だと判断することができます。次 0/1 は IP アドレスが 192.168.3.1 が設定されていてこちらも同じくアップアップになっているので正常に通信できる状態だと判断することができます。まだ VLAN については詳しくお話をしていませんが IP アドレスが設定されておらずシャットダウンされている状態だと判断することができます。では次の手順に移ります。次はルーター3のインターフェースの情報を簡易的に表示してみたいと思います。
ではルーター3を選択して CLI から Show IP インターフェースブリーフ実行します。それでは実行します。こちらが実行結果です。一つずつ見ていきましょう。まず0すら0ですね。ここのインターフェースには 192.168.5.2 の IP アドレスが設定されていて、ステータスはアップダウンになっています。物理層では正常に使える状態なんですが、プロトコルがダウンになっているといった状態ですね。両方のルーターのインターフェースの設定を見てもらうとわかるんですが、ルーター0の方の1すら0、こちらはスピードが100になっていて、ルーター3の FA0 すら0の方のスピードは10になっています。このようにスピードが一致していないので、物理層として正しく接続できていたとしても、データリンク層でお互いに通信の形式が合っていないので、正常でない状態としてダウンといった表示になっています。では次のインターフェースを見てみましょう。次は0すら1ですね。 IP アドレスは 192.168.6.1 が設定されていて、ステータスはこちらも同じようにアップダウンになっています。ただこの図でわかるように、ルーター3の0すら1にはケーブルが何も接続されていない状態です。なのにもかかわらず0すら1は物理層としてアップといった表示になっています。ここが少し混乱するところなんですが、実はルーターのファーストイーサーネットの場合はケーブルがつながっていなくてもアップダウンの組み合わせになることがあります。ちょっと不思議な感じがしますよね。ケーブルが刺さっていないのにアップ状態になっています。一方、シリアルポートといわれる WAN に対して接続を行うポートに関してはケーブルが刺さってない状態だとダウンになります。つまりダウンダウンになるんですね。なので同じルーター内でもインターフェースによって情報が異なるので、ここは注意が必要です。ファーストイーサーネットの場合はケーブルが刺さっていなくてもアップダウンになることがありますし、WAN接続などに利用するシリアルインターフェースの場合はケーブルが刺さっていない状態でダウンダウンの表示になります。このような違いは少し混乱しますが、覚えておくといいと思います。はい、それでは今回は Show IP インターフェースブリーフを使って情報を一緒に確認してみてもらいました。実習は以上です。お疲れ様でした。それでは今回の動画のまとめをしていきます。まずは動画冒頭の問題の答え合わせやっていきましょう。このような出力結果が出るコマンドは何ですかといった問題を冒頭に出しました。ここはもう皆さん覚えてくれてますよね。 Show IP インターフェースブリーフです。ここの IP を忘れがちで Show Interface Brief と打ってしまう人がいるので、しっかり Show IP Interface Brief であることを覚えておきましょう。 Show IP Interface Brief の出力結果として出てくるステータスとプロトコルの情報を見て、今どういった状態なのかを判断することもできます。特に試験ではこのステータスの組み合わせが出てくるので、このステータスの組み合わせの場合はシャットダウンしているとしっかり判断し、通信させるためにはノーシャットダウンでポートを開放する必要があると答える必要があります。この組み合わせはしっかり覚えておきましょう。それでは今回は一緒に Show IP インターフェースブリーフについて勉強しました。もし今回の動画がお役に立てば、高評価チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。